チュース誰も知らない狩人お久しぶりーふイカれたゴスケでござる。いや、モンスターハンターナウのアップデート情報が来てて、でモンハンナウの公式ツイートの画像にいろんな情報が隠されてて、で普段モンスターハンターナウはめっちゃ遊んでるんだけど、動画にねしてこなかったんで迷ったんでござるが、なんとね新武器が来て、そしてその中には拙者の愛用する双剣が入っていたんで、ちょっとまあもしかしたらさ、モンハンナウやるにあたって自分の武器種がないからやらなかったっていう人も多いと思うでござるよ。で個人的にモンスターハンターナウはかなりハマってるでござるね。ガチ進行ではないんだけど、それでももうハンターランク67とかになっているかな。最も強力と言われていた弓をね、毒弓を今グレード7まで上げたところだけど、まあ一から作り直そうかなってことでね、ここでまた双剣好きな人、あとは今回ランスだね、ランス好きな人、拙者と共に武器をレベル1から上げまいかというお話でござる。でどこにこのいろいろ書いてあるかっていうと、まずね、まあ当然これね、陣王が、これはまあ前々から陣王が来ますよっていう風に言われていたんで、まあ当然分かりきってることでござるな。そしてこれさ、来ないってあるんかな、逆にね、今拙者思ったんだけど、ここにランスが映ってるでござるね。モンスターハンターナウにはランスはね今までなかったんで、まあランス系を使う人はなかなか手が出しにくかったかなと思うんでござるが、ここでランスが登場していると。ただランスが絶対追加されるって確か書かれてはいなかったんで、ワンチャン詐欺の可能性もないこともないないとは、ワンチャンないとは思うけどね、大炎上するわ。でついでに映ってるから言うと、ジンオーガの後ろに謎の牛が映ってるんでござるよ。こんなモンスターいた？これモンスターっぽくない、ただの牛なんだよね、どう見てもね。神戸牛これなんかあれかな、モンスターハンターナウの世界のモンスターじゃなくて現実の牛が突進してきてるんでござるかねまあわからんでござる。これにこの牛についてもちょっと見解はあるんだけど、そして最初バッと見た瞬間はね、ランスがめっちゃ目に入るんだけども、実はここに双剣が映っていると。あ、ちょっと画面の方に映ってなかった、ちょっと画面がちっちゃいちっちゃい。はい、こんな感じで双剣が映っていると。これまた端っこの方にちょびっと映っていたんで、なんか片手剣かなって思ったんだけども、まあよく見たらば双剣で、かつこの双剣見覚えがあると思うんだけど、このハンマーの装備も含めると、まあベリオロスも確定であろうと言われてるでござるよ。でベリオロスが追加されて、ジンオーガが追加されて、ちょっとこれはナウをやってる人じゃないと分かんないんだけど、モンスターハンターナウって属性武器がめっちゃ強いのね。でも属性弱点は基本的に1個2個ぐらいしかモンスター持っていないんで、その弱点をついた場合のみ属性の威力が発揮されるっていう仕様なんでござるよ。そのせいか属性による攻撃力アップっていうのが、まあ、とんでもないんでござるね。一番最初なんて攻撃力100とか200とか、まあ、ある程度進んで止まった時点でも400、500ぐらいなんだけど、その時点で属性強化のスキルを最大まで上げることができると、攻撃力500。属性攻撃力500。つまり威力が倍になるんでござるね。頭おかしいぐらい性能が上がるんだね。ただ、今までは、モンスターの種類がそこまで多くなかったんで、各属性につき、1体ずつじゃないか。レウスとアンジャナフがいたから、一部、2体。あと、ジュラトドスと、ドスジャグラスか。みたいな感じでね。属性武器を作れる、属性強化の防具を持っている、モンスターっていうのが限られてたんだけど、ジンオーガとベリオロスが追加されたことによって、氷と雷もまた属性強化が進むと思うんでござるね。今確かね、
結構進めてね、3だった気がするんだよね。で、これでもしジンオーガやベリオロスを倒した瞬間に、倒した瞬間にっていうのは変だね、倒してすぐに防具強化を進めなくても最初から属性攻撃強化がついていると、この雷と氷属性っていうのが一気にめちゃくちゃ強くなる。そうするとどうなるかっていうと、モンスターナウにおける雷弱点のレイヤーレウス、それから氷弱点のディアブロスっていうのがはるかに狩りやすくなるんでござるよ。もうこれはもう、ジンオーガとベリオロスを倒した時に最初からスキルがついていれば確定なんでござるね。属性強化スキルって最初は確か50、100みたいな感じなんだけど、途中からなんか250、350、500みたいな感じで上がっていくんで、1段階上がるだけで攻撃力がね、マジで 1.3 倍とかに跳ね上がる、ランク帯の人たちってのがいるんだね。なんで、これはかなり、個人的には興味をそそっているでござるよ。で、もう一個、説明が長くなってしまった。ここにいる弓矢使い。弓矢は多分これ礼儀やなかなと思うんだけど、防具を見ていただきたい。防具の方を見ていただくと、どっかで見たことのある、このルーズソックスと角でござるね。これ、ツイッター元い X では、バフバロではないかと。ライズ勢からはちょっとわかりにくいモンスターなんだけど、一個前の作品、モンスターハンターワールドの DLC、アイスボーンの一番最初に出てくる、まあ、獣系モンスターなんでござるね。こいつが雪国でね、現れるんだけども、そいつのね、防具にクリソツなんでござるな。で、まあ、モンスターもたくさん追加されるようでなんだけど、ワンチャンね、ワンチャンなんだけど、こいつもしかしてバフバロの代わりなんじゃないの違うかな。さ、バフバロって結構モフモフしてて人気のあるモンスターなんだよね。狩りやすいけど強いみたいな、そんなイメージなんだけど、牛なんでござるよ。まあ牛かと言われると、まあヤギとか羊とかって感じもするけども、まあまあ牛系モンスター、突進系モンスターなんだよね。で、この流れで今ここにこいつが映っているんで、ワンチャンバフバロと同じ系統のモンスターだけど、バフバロみたいな可愛いモフモフの毛がないツルッツルのモンスターが新モンスターと追加されて、バフバロ装備として追加されるみたいな、そういった可能性がワンチャンあるんじゃないかなと拙者思ってるでござるんね。さあ、そしてそのアップデートは12月7日せっかちらす壁雷ということで大型アップデートが追加されますよと。いやー、モンハンナウさ、もうマジ何ヶ月、2ヶ月ぐらい続けてきて、拙者マジ感想があるんだけど、まあガンガンハマっている時はもうその休みの日半日ぐらい歩き回ってモンスターと戦ってたけど、ね、とりあえず運動したいなって思ってる人、家に引きこもりがちで運動したいけど目的もなく外に出るの嫌だなって人は、ちょっとモンハンナウやってみやってみるでござるよ。もしモンハン好きな人はね、意外とやっちゃう、意外とやってしまうでござる。そして意外と歩いてしまうでござるよ。マジでこの拙者、まあ、散歩に運動しに行っても、まあでもだって何も目的もなく歩いたとしても、買い物とか目的にしちゃうとなんか買っちゃうから、だからそういうの抜きにただただ散歩するってなると、頑張ってもね、やっぱ30分ぐらいが限度なんだけど、モンハンナウやりながら歩いてくると2時間歩くから、マジで。なんでちょっと運動してみたい人はね、これを機にね、触ってもいいかもしれない。モンハンナウ面白いでござるよ。ただ課金は高いので課金しなくても全然遊べるようになってるからだと思うけど、課金は高いので、課金とかも全然見ないで、できる範囲でやってみたらいいでござるよ。あとはあれだね、旅行行ったり出かけた時とか、誰かの車の助手席とか後部座席に乗ってる時とかでも、まあやれないこともないんで、そういった時にね、触ってるといい暇つぶしになるでござる。てなわけでね、ちょっと大型アップデート、ずっとモンハンナウ追ってなかったけど、チャンネルではね、一応お伝えさせていただいた。それでは、TU!